中学校の卒アルを見たいと思います。ごきげんよう、山口彩希です。前回撮った動画なんですけど、私このカメラめっちゃいいカメラなんですよ。いいカメラっていうか、そういう商品紹介に適してるカメラなのに、その設定を切ってたっていうすごい大事件が起きて、全然ピンと合ってなくて、なんてバカなことをしてしまったんだと思ったので、今日はその改めて撮って、こんだけピントが合うよっていうのを今日やりたいと思います。なので今日は私の宝箱を紹介したいと思います。もう小学校の時、これ自分で作った、小学校の時に作ったものなんですけど、 AY って書いてます。でもピント合ってますよね。だいぶ汚いですけど、欲しい願いよって書いてますね。やんちゃやわ小学生やけど、なんだかいいのか。でここに入ってるのは、あばい、石です。うるさい、パカパカ。石です。基本ね、石集めるのなんか好きで、よう集めてました。なんかいろんな、海行ったらシーガラスっていうんですか、ガラスのなんていうの、あれも取ってきたり、石取ってきたり。そんなこんなで結構宝箱いっぱいあるんですけど、まだまだありますこれでも初公開、家族しかし、家族もあんま知らんかもしれん、ね、結構あるんですよ、私の宝の箱。結構ね、まあメダルとかが多いですね。私小学校中学校ずっとスポーツやってきたんで、この辺は銅メダル、まあ、3位の時に、ソフトボールですね、ソフトボールのメダル、銅メダルです。これまあソフトボールの、あ、これミニバスやな、バスケットボールの、まあ、卒業のメダルです。はい、かわいいですね。見えるかな、あやきの宝物、触るな。いや、ちっちゃい時から口悪いですね何かと思ったらこれ宝物だそうですね。もう今でも満帆に入ってますけど、100均で今買えますよね。これは小さい時はね、宝物やったんですよ。私もう光るものが好きで、光るものとか石とか宝石みたいなもの、あとは海行ったら結構貝殻拾ってしまう癖があって、貝殻いっぱい集めたり。これはなんか分からんけど、誰からもらったんやろな。不思議なものいっぱいありますね。ばあちゃんからもらったんかな。なんか不思議なものいっぱいあります。この辺は、あ、この辺は多分ばあちゃんの家から持ってきたものや。竹富島。ここなの。あと私の通知表を皆さんに見せたいと思います。中学1年生から3年生までの通知表を見せたいと思います。まあ、まず中学1年生、中学ね、ピント合うでしょ。中学1年生山口彩希じゃん。すごくないですか、体育を5段階評価でオール5。ここ体育は良かったな。あと見てください、みんな目凝らして全部2とかやから、やばくないです。音楽も4とか3とか、結構やっぱり成績悪いですね。この中学2年生、2年生はちょっとな、調子乗ってたな。一旦中学2年とかも最悪でしたね。もう体育もあかんし、今唯一いいの美術でしたね、これ。はい、あとはもう2とか3のアヒルのオンパレードでした。で中学3年生からちょっと頑張ってます。っていうか、もう常に頑張ってたけど、まあ10段階評価に変わります。
中学3年生は中学3年生ダム。待って、これ逆反転してる？してない？してる？ちょっと待って、まあ後で見るわ。うん、オール中です。体育よきよきで、音楽も結構7、6とかあって、まあ標準よりもちょっとだけですけど高い。英語はね、ほんまあかんかったんですよ。4、頑張って4でしたね。まあとりあえず勉強はできなかったということでした。はい、次は中学校の卒アルを見たいと思います。私はね、何組？4組でしたね。13年生って言ったら、まあ、卒アルやか3年か。懐かしいなぁ。青取った。もう私の著書、本を読んでもらった方はそこに写真載せてるんで分かると思うんですけど、リュウと愛国のマーチっていう本が、あのAmazon で買いますんで、ぜひ読んでもらえたら嬉しいです。いろいろ書いてますんで、どういうきっかけで歌うようになったかとか、もうピースの仕方が生きてますよね。これです。こう撮ってますからね。これあやきです。なかなか、このね、3年間中学校一緒の先生やったんですけど、その先生がいい先生でね、私大好きやったんですよ。これ私が書いたやつですね。劇やったんですけど、アリス役、アリスじゃない、アリスだったっけな、もう覚えてない、アリス役やったかな。ここでもね、ミーシャのエブリシング歌ったような、 学校の文化祭、文化祭かな、文化祭なのかな、え、忘れた。これ歌ってます。劇してました。中学生です。高校に入っては、高校の卒アルあんまり名乗ってないな。これです。これまあこの頃から顔はまあプクプクですね。足クロスしてる。わかりにくいか。これ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 です。なんか髪の毛がメッシュ入ってますね。頭に花つけてますね。なんでこんな花つけたんやろ。怖いわ。なんで大阪感めっちゃケバいし、あの学校でライフっていう漫画がめっちゃ流行って、そのいじめられ役といじめる役みたいな、そういうので、まあ、いじめられ役をやったんですけど、その時にみんなからこういじめられて、ここでまあセリフを放つんですけど、これね、赤いリボンつけてるやつ、髪の毛も赤いリボンつけてる子です。これが私です。まあその時にね、すごいね、あれでしたよ、結構力入れてもうなりきって演技したから、ちょっと怖かったんでしょうね。もう保護者の人もみんな爆笑してて、もうすごい笑いの渦に巻き込まれたっていう、笑いの渦で会場を盛り上げた。でもすごいいい思い出です。そんな感じでちょっとこうすぐにほらピントが合う。本当はこういう設定で撮りたかったんですけど、ちゃんとね見てなくて、その設定自体を切ってしまってたからピントが合いづらかって、今は多分合うと思うんで、今後はちょっと見やすくなるかなと思います。すいません、なんか見にくい動画を撮ってしまって。で今日は私のお宝と卒アルを見ていただきました。成人式ね、最近成人式の写真もと思ったんですけど、ちょっとどこにあるか分かれへんから、また次回に撮ってください。そんなあれやけどね。はい、ということで今回はピントこうやったらちゃんと合うんですよこのカメラっていうので紹介をさせていただきました。次回もまた楽しい動画をお届けできたらなと思います。それではご視聴いただきありがとうございます。山口愛家でした。皆さん、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。